<は>はい、ちなみにあのダイエット僕、僕、昔減量やったことがあるんですけど、コツとして、夕飯食う前に砂糖を食べるといいですよ。はい、えなんでですかあの血糖値が上がると、あんまり食べたいってならなくなるんですよ。へぇ、えー。砂糖を食べて急激に血糖値上げちゃうと、あのはい、炭水化物もそんなに食べたいって気分にならなかったりするんですよね。 いや、あの、なんか、まあ、その頃お金なかったんで、あの、ファミレスの砂糖盗んでたんですけど、あの、ファミレスで、骨頂の、はいはい、あの、ぼう。はいはい、あれ、一本分ぐらい。お、えー、あれ、一本、結構太いそうですけど、それで平気なんですね。で、それで、僕、体重五キロぐらい減らしました、ね。はあ、え、何キロから動きるんですか、ちなそれ、結構。十二から五十七とかお。それは頑張りましたね。はあ。 その五キロは、なかなか。なのの我慢をするっていうのがきついので、血糖値上げちゃうと、別にお腹が減らないから、我慢にならないんですよ。はい、で、砂糖を飲んで血糖値上げて、で、水バンバン飲むと、胃が膨らんでるんで。そんなにお腹いっぱい食べたいと思わないし、ちょっと食べても,もう胃が膨らんで、結構満腹感が得られちゃうんですよ。 胃が満腹になって血糖値が高いのでその脳の方ではなんかいっぱい食べてるし、はい、あの糖分も取ってるから OK ってなってそれはんか食べたいよくないまま食事が終わるっていう。<笑><笑>あじゃあそれちょっと試してみようかな。